ヤッホー、どうも、ふわくんです。今回は殿堂入りボケたのツッコミ総集編をやっていきたいと思います。今まで上がった動画の第1弾から第5弾までをこの1本にまとめました。そしてこの動画が少しでも面白いなと思ってくれた方は高評価、チャンネル登録をお願いします。それじゃあ本編へ行きましょう。連続テレビドラマ田んぼ見てくる第1話最終回、終わるな。お年玉は貯金するから早く渡しなさい。金利はもう任せる。パパ、忘れちゃったの？今日は彩香のバースデーなんだよ。バースデー？誕生日だと？おめでとう。なんか欲しいものあるか？忘れてた。出前を本人の目の前でキャンセル。バチ当たれ。再配達20回目。さっきのキャンセルバレた。叫ぶと必殺技に聞こえる言葉を教えてください。クイックルワイパー。金には効果的。意外な展開にしてください。彼はトイレです。なう。隣座っていいですか？座ってから聞く？遅すぎ。もうそろそろライトつけないと危ないな。体力の無駄。はいはい。皆さんが静かになるまでに先生は悪役レスラーに転職してしまいました。帰れ。プリプリのエビ天やペットのザリガニでした。ごちそうさまでした。恋愛用語、壁ドン、顎食い、カニ味噌。ごまかすな。名作タイトルの一部を俺に変えて台無しにしてください。俺の名は知らん。修学旅行で女子が温泉でしていること。男子の覗き待ち。どっちもスケベ。ある程度上空でタケコプターを没収する遊び。サイコパス。もし浮気したら。そう言うと彼女は思い切り殴った。絶対にしません。おしゃべり人形。おしゃべり人形は話しかけるとおしゃべりしてくれる人形です。電池を入れて最初に喋ったセリフが10、9、8、7、6だった場合、すぐに捨てましょう。爆弾回。ほう、なんともしっとりしていて、激落ちくんとは思えない。腹壊すぞ。私の服装や行動に、お母さんは口出ししないで。壁に書かないでよ。反抗期。一見おとなしそうに見えるが、かなり凶暴な女と結婚してしまった男の末路とは、世の既婚男性みんなそう。怒られろ。カンニングしちゃおっと。1たす1は、3ね。見る相手ミスった。ワニワニパニック。1、100円を入れる。2、ワニが出てくる。3、ワニを叩く。4、ワニが怒る。5、引きずり込まれる。食われた。話し方が変だに。お前らこそ。男の人の視線が怖いんです。だから食べちゃったのね。何でも食うな。俺を引いた後、ゆっくり戻ってきてまた引いた。二度引きすな。工事現場等での作業前に、お互いに指を差し合い、この人の責任ですという。押し付けんな。様子見と用済みの違いを教えてください。泳がすのが様子見、沈めるのが用済み。怖すぎ。昨日助けてもらった、針に糸を通すやつです。糸同士の恩返し？3分3ラウンド3ノックダウン。急所への攻撃、掴んでからの攻撃は禁止ね。怪我人出るぞ。そこのマッチョを左折です。絶対マッチョ好き。一回後ろに引いて、手を離すと前に走ります。チョロ9回。桃太郎すまん。俺死んだわ。諦めんな。あれよく見たらうちの実家じゃねえか。気づくの遅すぎた。先生、レーズンパン2つはおやつに入りますか？先生のおやつ。お腹すいたわん。うるせえバカ。散歩行きたいわん。行かねえよバカ。沈めたろか？東京湾。怒りが大爆発。いろんな男と別れてきたけど、福沢諭吉との別れが一番辛い。ただの使いすぎ。駅員が思ってること。この客寝てるのか？体調が悪いのか？ニトリと間違えてるのか？座り心地が良すぎた。ねえ、アイロンがけ終わったよ。潰すな。先週最終回だったことを、まだ妻に言えてない。早く言え。実写版、メロンパンナちゃん。どこ見てる？あ、先生が来ないと思ったら、逮捕されたってニュースに出てる。今月もう3人目やで。やらかしすぎ。磯野は海水じゃないとダメだって。本物のカツオになっちゃった。馬が合う。そっくり。お弁当、これ、よかったら食べてください。そのまま食えるか。靴を買ってやった。子供に靴を買ってやった。子供と言ったって二十歳に近い。子供は新しい靴に履き替えて。でも家から出ないと叫んだ。無駄じゃん。さあ来やがれ。うん？ 38.6 度。入店お断りです。それ体温計？第1回、鳥人間コンテスト。見た目重視。醤油なしで食えるか。さっきの鳥人間だろ。体臭が倍増。誰も買わん。石焼き芋。車ごと燃えてんぞ。耳クソ取れた。見るか？見せびらかすな。こちら本能寺、燃えてまーす。少しは慌てろ。あらゆる病気はプルーンで治る。治るか。パンツ見せてください。真顔で言うな。国会の壁に隠れミッキー見つけた。驚きすぎ。森泉じゃねえよ。そっくり。有村架純が言うと可愛いが、吉田沙保里が言うと恐ろしいセリフ。体育館の裏で待ってる。真逆の意味。よう、諸君のみんな。アイム私だ。キメラ作んな。このくらいしないとめくれない。汚ねえ。あれ？
ここにあった俺の水筒、飛んでった。くそー。かわいい。チェンジというと、ポーズをチェンジするだけで、一向に帰ってくれない。帰れや。チェンジしすぎて店長来た。なんかごめん。ファーストクラスのお客様の飲み残しです。そんなもん出すな。あなたは、神を信じますか？ここ、便所ですよ。髪はいいから髪をくださいよ。二人揃って何してん？私の料理が何か？怖すぎ。ギャー！ウォシュレットも急にしといたんじゃ。ケツもげるわ。え？少女アニメも得意か？とんでもない。得意どころか大好物ですよ。大好きなんかい？いやみんな、俺だ。これは手間のかかったアート。俺は手間のかかるニート。それじゃあ。働け。出血サービスしとくか？黙れよ。論破してやんな。新大阪行きの新幹線に乗ろうとしてた裏切り者を捕まえました。ディズニーの闇。先生、なんで学校に行かなきゃいけないんですか？ユタボンみたいになるからだよ。説得力ありすぎ。安心しなさい。僕がついてる。だから泣いてるのよ。オブラートに包んであげて。家族会議の末、名前がイカゲソの唐揚げになった。他にあったろ。地震の時、しゃがむ、隠れる、ボディービル。鍛えんな。今まで使った道具が全てタダだとでも思ってた？悪い顔すな。今日も遅刻だね。明日はもっと早く起こしてくれないか？自分で起きろ。初めて会った祖母に抱かれ、祖父にあやされた時、赤ちゃんは長生きしろよと思いました。そんな赤ちゃん嫌だ。 Beef or chicken? You マセガキめ。今手が離せないんだ。電話してる場合か。こいつまずいバリ聞かねえ。さすがにやりすぎ。正直に言うんだ。僕の悪口を言ったのは誰だ？サイコパスか。花粉症の人にお見舞いに来た。恨みあんだろ。お猿のジョージ、見ていろ人間ども。復讐すな。会議中に何のスイッチが入ったか知らないが、社長が理想のヒップについて語り出した。知り派なんかい。意外な展開にしてください。いたずらで友達のズボンを下ろしたら、俺のパンツ履いてた。怖えよ。俺はなんで無人島に一つだけ持っていけるものをカンガルーにしてしまったんだろう。積んだ。外で暮らすの気持ちいい？僕は家あるけどね。うふふふふ。マウント取るな。日本が核を持たない理由、納得。試合に敗れ、泣きながら監督を埋める高校球児。埋めんな。おのれれか。止めすぎた。了解しました。おい、上司に了解しましたは間違いだぞ。言い直せ。了。そうじゃねえよ。部下チャラ。緑が優勢ですね。何言うてん。た、頼む。早く給食室に。ただの空腹。何でもかんでも、いかんと検討で大体いける。ふざけんな。笑わない方がいいと思うよ。間違いない。あなた、私に隠れてまた吸ったのね。息ぐらいさせろ。どんなルールや。どうやって戦えばいいんだ。チュートリアル全部スキップした。自業自得。本は人に貸してはならない。貸せば戻ってこないからだ。私の書斎に残っている本と言ったら、人に借りた本ばかりだ。盗みすぎ。遊んで。成仏してよ。まさかの幽霊。言葉の暴力に目覚めた。終わりだよ。どうです？私と食べるより一人で食べた方がよほどうまいでしょう。どういう気持ち？お母さんがなんで怒ってるかわかる？人の心なんて読めたら苦労しねえよ。そりゃそう。聞こえん。ありえん。えんえん。価値下がるわ。女性が喜ぶプレゼント。予算3万円。3万円、現金かよ。食べ物に例えるなら君たちはなんだね？粘り強いので納豆です。メンタル弱いので豆腐です。ブロッコリー、一人だけ見た目かい。残業は楽しいかね？挑発すんな。お父さん、何が気に入らなかったんだろうな。それだよそれ。ちょっと何言ってるか聞き取れません。耳と船。お前一体何を？盛られた。傷を負った兵士を見て、まだいけるやろと言いました。手当てしてやれ。給食じゃんけん負けたやつ必死か。泥酔者の解放。1、衣服を緩める。2、体を横に向かせる。3、自分の衣服を緩める。最後のいる。餅ばかり食わされる。狙われてんな。ショッピング中の母。メール確認中の父。ゲーム中の息子。確か入院中の祖父。なんでおるん？対戦相手が切断されました。これは勝てん。街でバイキンマンが暴れているそうです。アンパンマンは君さ、行ってこい。終わった。アンミカ専用。白って200色あんねん。熱中症で倒れた人には、水だひゃっはーと声をかけて水をかけましょう。絶対いらん。ニョッキ。生えてくんな。泣くな。これが声援カットだ。おそろ。最悪のタイミングで男優の方が映った。なえるわ。うがいをしよう。消毒をしよう。接触は超濃厚。意味な。無限の彼方へ行ってくれ。気象。この調子で全然叩かない。何してんだ。この小泉進次郎ってやつ、俺と同姓同名なのにバカだな。お前だよ。今年も新米を盗む季節がやってきた。笑顔で撮るな。足湯だぞ。汚ねえ。で、どんな顔や。カバオの写真フォルダがやばい。スパイだろ。オラが海賊王になるってばよ。情報量多。問題です。
今日の私はいつもとどこが違うでしょうか。難しい問題だ。とりあえずチンポジを直させてくれ。勝手に直せ。カービィは敵を吸い込むと生きたまま腸に届ける。いらん機能。やあ、君も科学部に入って一緒に実験しないか。成功したことないやろ。到着が早くて放送も綺麗だったけど友達にはならなかった。遠藤に騙された。スカウト下手くそ選手権、もうお前でいいや。妥協すな。そのお弁当どうして半額なんですか。僕が半分食べたからです。食うな。チーパワー。かわいい。午後6時を過ぎた頃、食事が運ばれてきた。朝食です。遅えよ。おっさんアレルギー。お互い様。いえ、言わないと次はメガホンレーザーだ。まさかのアニメか。おいしくなーれ。萌え萌えキュン。感心すんな。お金を入れてください。喜んで。君がくれた音に弾けた火花に、初めましてからずっと恋しちゃってるんだよ。君のいない未来考えらんないよ。これから先も二人がいいじゃん。地図になるほど逃げたくもなったよ。散々な僕のこと呼んでくれてありがとう。君のいない未来考えらんないよ。これから先も二人でそれがいいじゃん。